医院経営秘伝のタレ。医院経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人雄桜会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に医院経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。皆さんこんにちは、株式会社マルの鎌形です。こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。はい、ということで医院経営秘伝のタレ第12回お届けしていきたいと思います。本日のテーマはですね、中断患者やキャンセルが多いのですがどうすればよいでしょうかというご質問をいただいてますので、このテーマについて先生にお話しいただきたいと思います。ではですね、また例のごとくなんですが、先生の最近あった何か近況みたいなところからお聞きできればと思うんですが、先生最近は何かございましたか？最近コロナが減ってきて、はい、患者さんがすごい来るんで、はい、昼休みが取れなくて、あ、年なんで大変です。いや、休みなしですか？まあない時はね、本当にないんですよ。だから、昼ご飯の夕方の6時過ぎに食べたりとか、そんなに食べれない時はもう食べないとかね。あ、で今日食べれなかったからもう、はい、スタッフの女の子に、はい、これ食べてって言ってね、で食べさせたりとか。そんなにもう詰まっちゃってるんですか？でもおかげで、はい、この間健康診断行ったら、はい、体重が 1.5 キロぐらい減って腹囲も減りましたって言われて、はい、褒められました。健康を保ってらっしゃる。いやでもちょっと最近やっぱりね、はい、年で血圧が少し高めですけど、 あとはほぼ大丈夫です。あ、いや先生パワフルですよね。どうしてそんなに元気でいられるのかって、ちょっと余談ですけど。いやいや病弱ですよ、私病弱だから無理はしないですよ、はい、僕。あ、じゃあ仕事はたくさんやりますけど、はい、深酒とかね、はい、そういうのはしないし。あ、だから盛り場に行っても、はい、たくさん酒を飲まないですよ。あ、じゃあもう節制している部分っていうのはかなりあるわけですね。あとわざと夕食を抜いたりとかね、はい、あ、太らないために。もう言いますよね、皆さんなんかストイックにやってらっしゃる方、食事制限結構されてる方多いので。まあ体一つしかないからね、うん、私たちは本当に健康を害したらアウトなので、うん、そこにはやっぱりいつもフォーカスしてるべきだと思いますね。うん、そうですよね。今日はこのぐらいにさせていただいて、早速本題に入らせていただきたいと思います。今日のご質問が、中断患者やキャンセルが多いのですがどうすればよいでしょうかというご質問なんですけども、これに対しての先生のお答えを聞かせいただけますでしょうか？これはね、まずすごく嬉しい楽しいことだったらキャンセルするの嫌ですよね。そうですね。例えば自分が贔屓にしてる芸能人のコンサートに行くときはキャンセルしたくないじゃないですか。うん、したくないです。どうやってでも行きますよね。したくないです。はい、行きたいです。まあそのレベルまで、はい、行かなくても、うん、あんまりキャンセルしたくないなと思ってもらえるようにしないといけないんで、うん、やっぱり行ったらなんかいいことあるんじゃないかなっていうふうに常に思ってもらえるような、はい、おもてなしと、うん、診療内容を常に意識しないと、うん、それすらやらずにキャンセル多いって嘆いてても、うん、まあ、それは本末転倒ですよね、うん、まずね。あ、魅力ある通院をしてもらうと。確かにこれ言われてみると当たり前のことではあるんですけど、楽しみにしていただけてないってことですね。普通は楽しくないからね、うん、ただ一歩前進してるとか、はい、それと前はこうだったけどね、はい、今はこうなって、うん、これからこうなっていくようなビジョンがありますよっていうような、そういうお話とかをいつもしていかないと、はい、やっぱりだん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 心配になってきます、うん、本人。うん、でそういうのでもう嫌気がさしてこなくなっちゃうというのは結構いますから、あ、常に希望を持たせるというか不安にさせないということは、うん、毎回考えないと、ね、うんうん、これも初心であっても最新で脊椎院されている方であっても常にその方に希望を見せるというか見通しを見せるみたいな感じなんですかね。そうですね。治療計画をすべて綿密に立ててっていう先生もお見えになるんですけれども、はい、うん、そういうのって往々にして計画通りいかないことが多いんで、はい、本当は10回で終わるって言ったのに15回かかったじゃねえかみたいな、はい、言われることもあるので、はい、あんましそういう素晴らしい治療計画を最初にバーンと出すっていうのは僕はあんま好きじゃないですよね。うん、その人のキャラクターも分かんないんで、はい、本当にこの人ちゃんと通院するかどうか分かんない人に、うん、あんまり長い治療計画とか最初に示しても、うん、いやそんなにかかるんだったらもういいよって言われそうな感じもするんでね、うん、でやっぱり腹を探ってからね、相手の、うんうん、治療計画も自分の頭の中にね、うん、
あるものの中で、うん、ABC のうちの B にしようかな A にしようかなっていうふうに変わっていきますよね。だから昔私が尊敬してた先生に教えていただいたことは、はい、実際の診療計画と臨床的な実際に行うこととは、うん、やっぱり少しは違うんだよと、うん、で理想は理想で計画としてあっても、うん、その通りに実際いかないんだと、はい、だから戦略と戦術みたいなもんですけど、うんうんうん、あくまで戦略としてのその治療計画はあるんだけど、うん、実際に現場に出たら、うん、それを達成するためにいろんな方向からね、うん、攻めていって最終的に目標が達成できればいいんじゃないのか、うんうん、ということですからね、うん、はい、そういうことですね。でそれがやっぱり治療計画がユーザーフレンドリーじゃないと、うん、中断とかキャンセルが増えると思いますね。うん、だから要するに患者さんはいやいやついてきてるみたいな、うん、でそれを察知できないという時に一番そういうことが起きやすいと思います。はいはい、ああ先ほどの先生がおっしゃられた治療計画をバーンって先に打ち出す系だとなんかそうなってしまいそうな気もしますね。強制とかはいいんですよね。はあ、うん、強制はやっぱりどちらかというと論理的に進んできますから、ね、うんうんうん、だけど普通の治療ってそういうふうには進まないんで、はい、体の反応とかも人それぞれ3回で終わるはずの根の治療が6回かかったりもするわけですから、うん、初めから3回で終わるなんてことは絶対言っちゃいけないことで、うん、うちはなるべく多めに言ってるんですけど、あ多めに言えば少なく終わったらうまいと思われるけれども、うんうん、少なめに言って多かったら下手と思われるんでね、うん、そうですね、まあ、そういう当たり前のことですけど、うん、当たり前のことを考えずに計画だけ先に言って計画通りに行ってねえじゃねえのって言われちゃうっていうのはあまり通う気がしなくなるっていうのは容易に想像できますよね。うん、確かに先生おっしゃられるように少なめの回数で伝えられていてその回数を超えてきた時に言い訳されてる感にやっぱりなってしまうですかね。うん、まあね、だから常に嫌なことは先に言っとかないといけないんですよ。うん、だから何回かかるって言ったって嫌なことでしょ、それ回数多い、はい、そうですね。さっきの診療計画と実際の治療は違ってくるって言った先生が言ったことにね、はい、嫌なことは最初に全部言っときなさいっていうのがあったんだけど、あこれもすごくね大事なことですよね。その先生は昔総理大臣を見てた先生でね、有名な総理大臣です。まあ、ちょっとそれは名前は言わないんですけど、はい、最近じゃないですよ、もう昔ですから、ね、うん、その総理の主治医であった先生がそういうふうにね、嫌なことは最初に全部言っとくんですよって言ってましたね。やっぱり重みがある言葉だと思います。そうですよね、逆になんか信頼にもつながりそうな気がしますね。そこでちゃんと言ってくださって、うん、そうですね、受け取られた場合は後からね言い訳してるっていうのはやっぱり不信感につながりますから、うん、そういう伝え方で患者さんにある程度希望を持っていただいて見通しも持っていただいて楽しみにしていただいてというところで、うん、まあ、それは中断が減りますわね。そうですよね、目標設定があってそこに向かって一緒に行こうねみたいな感じなので、うん、ちなみに先生これまた余談なんですけど、先生が計画は伝えないじゃないですか。なんですけど目の前の患者さんにまた来ていただくためにどんな声かけが多いんですかね。いや計画を伝えないわけじゃないですよ。あはは、うん、ただその何回で終わるみたいな、はい、その工程表みたいなのを渡したりはしないんですよ。あ、そういうことですね。やっぱり紙に書いてあったりすると、うん、これ違うじゃないのって紙持ってきて言われちゃうから、あだからお金の面での、はい、見積もりは渡しますけど、うん、工程表っていうのはあんまり僕は渡すの好きではなくて、ただインプラントとかの場合は例えば今日手術をすればね何週間後にこうなって何ヶ月後に型を取って、うん、で関節のいつ頃と、それは言いますよ、うん、はい、ただあなたの口の中全てを治すのにね全工程これぐらいかかってこう、こうこうですよって言われてもね気が遠くなる話じゃないですか、うん、それ最初に言われると、うん、そうですね、それはよろしくないと思います。 ありがとうございます、うん、だいぶイメージできました。そんな対応しながらというところなんですけど、他になんか先生中断させないとかキャンセルを生まないっていうところで、あとね長すぎる治療になりそうな人っているじゃないですか、はい、でそういう人はまずね一つの中間的な目標を決めるんですよ、うん、例えばとりあえずまず右側だけ食べれるようにしようねとかね、はい、うん、とりあえず前だけ切るようにしようかとかね、そうすると患者さんとしては中間的な目標があると、うん、そこで一服できるんですよね気持ち的に、はい、だから山登りでもそうですけどずっと登りっぱなしやね疲れちゃうんで、うん、どっかで休憩しないといけないんで、うん、まあ、休憩っていうか5合目まで行って景色が見えたみたいなね、はい、そういうところを作ってあげるっていうことがすごく大事で、うん、そこまでの道のりが
例えば3ヶ月以上とかだともう嫌になってきますから、うん、3ヶ月以内ぐらいで一通りここまではいけるよという目標というかね、うん、3ヶ月も待てそうにないような性格の人だったら、はい、じゃああなた1ヶ月後には少なくともこうなるよと、うん、でもっとせっかちな人には、うん、じゃあ今度来た時はこうしてあげるからって言っとけば、うん、例えば今度来た時はもうちょっとかっこよくしてあげるとか言っとけばね、うん、それは期待するじゃないですか、はい、だから美しいことと、うん、苦痛の少ないこと、うん、そして機能が高いこと、この3つを求めてくるわけで、だからそれぞれを今度の中間的なこの時期までにね、うん、こういう美的な目標を達成できるよと、うん、これぐらい機能が回復するよと、うん、いうことを言っといてあげたら、うん、それに向かって相手は自動的に食いついてくるよと、こういうことですよ、食いついてくればキャンセルはないということなんですよ。これ先生今さらっとおっしゃってますけど、患者さんによって伝えるボールを変えているって感じですかね。もうそれはもちろんそうですね。そうですよね、うん、だってそれぞれ性格があるからね、はい、せっかちで早く何とかしてくれよという人には、うん、そのせっかちさに合うようなものをあげないといけないし、はい、そうじゃなくてじっくりやってほしい人にはそうじゃなくてもね、うん、逆にその何ヶ月後にはあなたの理想はこうなるよと、はい、いうことをきちっと教えてあげたら、うん、あとはあまり説明はいらなくなるだろうし、うん、励ましは必要ですけど、あ、だいたいこれぐらい終わりましたねとか、はい、5合目まで行きましたねとかね、あ、そういうことは教えてあげるといいですよね、うんうん、だからあなたは今マラソンの何キロ地点にいるよってことをいつも教えてあげると、うん、患者さんはついてきやすいよね、うんうん、あ、確かにそうですね。自分では今の現在地がどこかっていうのは分からないわけですもんね、はい、そうですね。これ先生のように患者さんの性格に合わせてボールを投げ替えれるって、もし訓練するとしたらどんなことをやったらいいんですかね。やっぱりいろんな性格の人がいて、はい、いろんな感じ方をしてるっていうことを常に関心を持つことでしょうね、うん、あ、自分が全員に同じ接し方をしてたらそれは絶対無理で、うん、人の人生に興味を持たないとダメですよね。あ、人の人生に興味がないなら、はい、医療なんてやめた方がいいと思いますよ、うん、そんな、うん、人の人生を良くする仕事なのに、はい、それ自体で興味がなかったら、うん、まあ、そんな仕事は苦痛でしょうがないと思いますよね、うん、興味を持つっていうことなんですね。相手に、相手にっていうか、だから人の生き方っていろいろあると思うんで、うん、それぞれの生き方がどういうふうに営まれてるかに思いを寄せるというか、ね、うん、そんなことかな。あ、この人どうやって生きてるのかなっていうことですよね、うん、何が楽しくて生きてるのかなとかね、あ、何が嫌なのかなとか、そんなことでいいんじゃないでしょうか。あ、そこからまたさらにこう視点が広がっていくという感じですかね、うん、子供だったら相手がさ、はい、何が食べたいとかさ、うん、おしっこしたくないとかね、うん、眠たいのとか、はい、そういうことじゃないですか、うん、 そうですね、そういうのからそれが派生したったもんですよね、うん、大人にもそういう気遣いをしたら自然とそれはできるようになるんじゃないのと思いますけど、はい、うんうん、ありがとうございます。難しく考えずに、うん、まずは相手がどうしたら快適かというところを常に追求していくと、うん、中断もキャンセルもなくなるんじゃないでしょうかね、うん、ありがとうございます。最後に先生、このテーマで何か言い残したことですとか伝えたいメッセージみたいなこととかありますか。患者さんの喜ぶ顔を見て、うん、こっちも嬉しいという、はい、そういう目標、うちらにも目標があるじゃないですか、うん、医療側にも、うん、この人が喜ぶ顔が見てみたいなと、うんうん、そういう思いが私らの仕事の醍醐味というかね、はい、妙理に尽きるという言葉があるけど、それが妙理っていうんですよね、うん、これは仏教用語か知らないけど、そういう妙理を味わうというかね、うん、そのためにはやっぱり相手のね気持ちになって共に歩んでいって、はい、共に最後は喜ぶと、うん、こういうことを最後に申し上げておいたらいいかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日のテーマ、中断患者やキャンセルが多いのですがどうすればいいのでしょうかについて先生にお答えいただきました。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回の音声はいかがでしたか。この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。